はじめに、早速ですが、先月10月の27日に新しい憲法が発布されまして、これから80年代に向けて、韓国が第5次共和国として新しく出発するという、まあ、そういう時期にあたってですね、新しい憲法の精神というんですか、それからこれから民主化に向けて努力をされていく、まあ、その方向について大統領の話を伺いたいと思いますけど、우선일본에서바쁘신데그여기까지방문해주셔서대단히감사합니다우리50화국의그신헌법은여러분이아시다시피우리전국민의절대적인그지지로새로운신헌법이채택이되었습니다이것은우리국민들의민주역량과슬기로운판단에의해서새역사창조와민주복지국가를건설하는데우리국민적인단합과결집된의지의발로다이렇게나는확신합니다따라서나는신헌법을발기한대통령으로서책임의막중함을통감을하고있습니다헌법의그기본정신이라고말씀드리면은이것은우리한국의민주주의를토착화시키는것이다이렇게설명을드릴수있습니다우리헌정사에서는유검설에게도한번도평화적인정권교체를이루어본적이없습니다그래서이번헌법에는장기집권을방지하기위해서또평화적인정권을교체할수있도록대통령임기를7년단임제로이렇게헌법에다가명시를했습니다그리고만약에어떠한대통령이든간에헌법을개정할때는그개정된헌법에적용을받지못한다이적용을받지못한다는것은혜택을받지못한다이렇게헌법에다가제도적으로못을박아두었습니다그다음에두번째로이제이국회운영문제인데과거우리국회제도는선진국의제도를도입했습니다그러나이정치풍토가문제가되어가지고여당과야당이극한대립내지는양극화현상을초래해왔습니다그래서국민들로부터불신을받고또존경을받지못하는이러한그국회운영이됐습니다만앞으로국회는건전한대화를통해서국회가이능률적이고생산적인이런그입법으로서의국민의신뢰와존경을받는그런정치풍토를조성해야되겠다하는것이나의그소신이고국회가그렇게운영이될때우리한국에는진정한민주주의가뿌리를내릴것이다또그기간도오래가지않고단기간내에민주주의의뿌리가내릴것이다이렇게설명을드릴수있습니다9月の29日に憲法草案が発表されましてそれを私読ませていただいたんですが大統領はその中で12、3箇所ですね民主っていう民主化っていう言葉を使っておられるんですねで大変その民主化にやはり向かっているというふうに私は理解はしているんですけどもこれからどういう段取りでですね予定でですね
その新しい議会あるいはその政治のこの基礎固めっていうのができるか、その計画についてお伺いしたいんですが、새로운헌법에의해서입법회의가구성이돼가지고대통령선거법이라든지국회의원선거법이라든지정당법이라든지이런모든법률을입법회의에서지금계획대로추진하고있습니다그래서늦어도12월초순혹은중순까지는 정치활동을재개하도록할것이고그다음에이선거법이다되면은내년3월까지는대통령선거를실시할계획입니다대통령선거이전에계엄령을해제할그런계획이다하는것도国際収支とかですね、インフレとか失業者とかですね、韓国でも経済情勢はなかなか厳しいというふうに伺っておりまして、これがやはり新しい大統領が解決しなければならない、ひょっとしたら一番大きな問題じゃないかという気がするんですね。で、その辺まずそのこれからの国内政策ですね、経済を中心にしてどういうそのお考えか伺いたいんですけども。이경제문제에대해서는 내가이경제전문가가아니기때문에지금열심히파악을하고있고또관계전문가들로부터교육도받고있고이렇게해서지금까지내가한국경제를파악한바로는국내물가문제라든지경제적으로다소어려움이있는데여기에는그두가지요인으로해석을하고있습니다첫째로는국외요인이하나있고또하나는국내요인이있는데국외요인을설명드린다면은이거는세계각국이이제영한보선생님께서도말씀하신바와같이그유가인상이크게영향을주었고국내요인을설명을드린다면은작년12.6사태이후에우리한국에큰그혼란이일어났기때문에이것이역시그경제에큰영향을미쳤다고하나둘수있고두번째로는중화학분야에다소과잉투자가되었다이것도우리경제문제점이하나된것같고그다음에세번째로는역시국제경쟁력을고려하지않고임금을외국에비해서너무많이상승시켰다하는문제가이거조용한요인이되는것같습니다또금년도에는세계적인이상기온으로인해서농작물의이작황이예상외로이렇게감소가됐다이것도우리경제에큰영향을주고있습니다근데식량문제는다행히우방국들의적극적인협조로어려움없을정도로그양을지금확보를정부에서하고있습니다다행히국내정세가안전을완전히회복한이후금년9월부터는이수출이작년도에비해서대단히증가추세에있습니다그래서수출이계속증가추세에있기때문에대단히다행한일로생각을하고따라서이기업의가동률도증가될것이고따라서투자라든지소비증가도점차적으로이루어질것으로이렇게전망이됩니다日本でもですね、アメリカでもあるいはヨーロッパでも例のこの近代中事件というものに大変この関心を持っているわけですね。それで先だってですかこの二審が終わって死刑の判決になった。でどうもその外国の考え方と
その韓国内での考え方がだいぶギャップがあるように思うんですけれども、この問題についてですね、大統領から率直なお話を伺いたいと思うんですが。金대중씨의그사건은 이거는근본적으로이정치범이아니고범법행위를한사건이기때문에외국에서보는것은이걸정치범으로보고있는데서차이점이있다그리고김대중씨는이제말씀하신대로현재사법부에서재판이계류중에있기때문에이대부분의판결을우리는어떻게판결이날지기다릴수밖에없는것이다그리고일본이나민주주의국가에는다마찬가지지만은법치국가로서사법부라는것은엄연히독립이되어있기때문에사법부에서재판을하는과정에이재판에대해서는누구도얘기할수있는그런권리가없고또그렇게해서도안된다고나는생각을한다근데대통령이지만은재판에대해서얘기할아무런권리가없다법적으로보장된권리가아무것도없다하는것을확실히말씀을드리고또김대중씨와나와의관계는어떤뭐정치적으로라이벌이런관계가전혀없는분이고또그사람은내가만나보지도못한사람이고그사람에대한그나하고는관계를연결시키면안될것이다그사람은이번에폭력에의해서정권을잡으려고했는그것이죄고또그사람으로인해서우리한국에많은사람이희생이됐다이래서이것은법에의해서정당한재판은불가피한거아니냐만약이러한사건이어느나라에서일어나든지간에그나라에서는반드시정당한재판을치러야될것이다이기때문에김대중씨사건에대한그결과에대해서내가이룩궁저룩궁얘기하는것은재판에영향을주는결과가되기때문에거기에대해서는조금전에설명한바와같이사법부에서재판하는결과를기다리고보는것이가장현명한방법이라고생각을한다이렇게설명드릴수있습니다まあこれだけにしたいということなんですけど一つだけお許しをいただきたいんですけれども大法院の判決が出た後ですね今度の新しい憲法によっても大統領がこの恩赦あるいは赦免のですね権限を持っていらっしゃるとということになって外国からは特に日本とかアメリカからはですね大統領が何らかの決定を下すのではないかと期待している人たちも多いわけですねでこれについて、まあ、大変その裁判に干渉するからという理由は分かるんです大変にしつこい質問で恐縮なんですけども その点についてもう少しその大統領のお考え何か伺いたいと思うんですけどいかがでしょう김대중씨문제에대해서는대통령의어떤그사면권이라든지뭐이런것을지금재판이조금전에도설명을한바와같이재판이계류중에있는사건이니까재판을하고있는사건을대통령이뭐이렇게처리한다저렇게처리한다고얘기한다는것은재판에대한관여가되기때문에지금이시간에는우리가더이상그문제에대해서는얘기하지않는것이좋은방법인것같다그렇게생각합니다私たちが
先だっての太平洋戦争ですね。で、得た教訓の最大のものっていうのはですね、やはりその我々自身がどれだけその正しいと確信、しているかっていうのが実は、もちろんそれを確信することは必要なんですけれども、それが国際的に何かこの四面楚歌になっちゃうとかですね、その孤立するとかっていうようなことになったら、もうこれは元も子もないんだというのが実は、私なりにこの太平洋戦争の総括の一つだと思うんですね。近代中の事件というのは実はこれ一人歩きしちゃったんですね。その大統領は先ほどご説明になりましてよくわかるんですけども、この韓国内で考えているのとなんかまるっきり違ったところを一人でこう歩き出しちゃったということもですね、実はこの我々はこうなんだっていうふうに、大統領先ほどおっしゃったのよくわかるんですが、しかしどうも国際関係の中でのその韓国のその姿っていうものを考えると、我々自身がいかに正しいかということを確信することではなくて、実はその国際関係の中でですね、どういう姿でいるかということが意外にひょっとしたら一番大事なことかもしれない、そういう場合もあるように思うんですね。何かこう手の届かないところに問題がずっとこう動き出していってしまうと、でそういうその認識についてですね、最後に、大統領からもう一度お伺いしたいんですけど、いかがでしょうか。지금일본에서도김대중에대해서관심을많이가지고구명운동을하는측이내가알고있기는순수한일본인들보다도그한민통이라든지조총영계라든지이런데에서지금구명운동을많이하고있고많이한다는보다도아주극렬하게구명운동을하고있고세계각국에서도이북계에공간이나가있는데에서많이그작용을하고있는것으로난그렇게알고있습니다그래서뭐과거일본이2차세계대전을유발한그런큰그사건과김대중의사건을비교한다면그내가생각할때는그조금그렇게까지확대해서해석할필요는없지않겠느냐이렇게생각을하고그래서김대중의문제는막그정도얘기를하고 오늘일본의그언론인을만나뵌김에내가개인적으로한가지일본국민들과일본당국에부탁할것이있습니다 그건다른게아니고일본의지금우리제일그교포가약한60만살고있는걸로알고있습니다60만살고있는데이사람들이일본을자의에의해서본인들이스스로그주거지를일본으로선택한것이아니고과거한국과일본간의그불행한역사의하나의그유산물로서그사람들이숙명적으로일본을주거지로택하지않을수없었다이렇게보면은크게틀리지않을것이다이렇게생각이됩니다그래서이사람들은일본을위해서목숨을바친각오를가지고일본에지금살았고그렇기때문에일본국민들이이사람들에대해서는좀따뜻하게대해주실것과다른외국인에비해서는어떤권익보장이라든지또여러가지그인권문제라고그럴까
이런 문제라든지 이런 데 대해서 일본 당국자와 또 일본 국민, 특히 언론에서 각별한 배려를 해주시면 한국 국민의 한 사람으로서 대단히 감사하게 생각하겠다 하는 것입니다. 先だって10月の10日からでしたか、北で朝鮮労働党の第6回党大会というのが開かれまして、まあ、平和統一とかあるいはこの第三世界との連帯というようなことを打ち出した際に、ご存知の通り、金日成氏の後に、金正日という人ですかね、事実上の後継者として、指名したというような報道があるわけですけれども、この最近の北の模様について、政治的なあるいは経済的なあるいは国際的な位置について、どのように大統領お考えになってらっしゃるか。언론이나 그 정보 분석가들, 그리고 북한의 그 전문가들이 전하는 바에 의하면 지난번 북한의 그 6차 노동당 대회에서 노동당 대회를 개최해서 세습제 의한 후계자가 선정이 되는 것으로 이렇게 알려지고 있습니다. 나도 그렇게 전해 듣고 있는데, 여기에 대해서는 이제 말씀하신 대로 외국의 언론에서도 많은 말이 있는 걸로 알고 있습니다. 근데 체제상으로 체제상 그 성격으로 보아서 대단히 심상치 않다, 이렇게 우리는 느끼고 있습니다. 그러나 현 시점에서 북한이 앞으로 어떻게 나올 것이다 하는 것을 우리가 구체적으로 어떤 그 속단을 한다든지 또 예견을 한다든지 하는 것은 피해야 되겠고, 근본적으로 우리 한국과 북한 간의 관계는 우리 선생님께서 잘 아시다시피 2차 세계대전이 끝나고 우리가 해방이 되자마자 강대국 간의 이 정치적인 희생물로서 우리가 이 분단의 비극을 안고 있습니다. 근데 아시다시피 우리 민족은 긴 역사를 가지고 있고 또 문화의 그 동질성을 가지고 있고 또 정치적 자주성을 유지해 왔기 때문에 우리는 창의적인 이런 국민이다. 그래서 이제는 그 분단의 비극의 종지부를 짓고 우리가 어떠한 노력을 하든지 간에 이 평화적인 통일을 이루어야 되겠다 하는 것이 나의 소신인 것입니다. 統一についてこれはもちろんその南北の悲願だということは我々もよくわかるんですけれども、どうも現実の状況というのはなかなかそれが難しいんじゃないかというふうに、まあ我々外からは見えるわけなんですがね、もう一個この リアルに考えてみて、どのようにしてその統一というのがですね、できていくのか、大統領何かその副案がありましたら、その計画のようなものがありましたら、お聞かせいただきたいんですけど。그뭐내용을뭐잘알고계시는거고또대단히뭐어려운그질문인데 아시다시피 북계라는 것은 지금 지난 반세기 동안에
정권이 한 번도 바뀌어지지 않았고, 또 이들은 그 통일 문제라든지 또 대화 문제라든지 이런 것을 진지하게 동족 간의 어떤 그 불신을 없애기 위한 그런 대화가 아니고 하나의 그 정치 선전물로 지금까지 이용해왔다. 과거에 여러 가지 있지만은 이것은 우리 선생님께서 잘 아시기 때문에 우리 설명할 필요가 없고, 현실적으로 남북 통일을 이루어간다 하는 것은 대단히 어려운 여건이지만은 그렇다고 해서 우리가 이것을 방관하고 있을 수는 없는 것이다. 그래서 남과 북이 해결할 수 있는 쉬운 부분, 예를 들면 스포츠 교류를 한다라든지 또 문화 교류, 그 예술 서로 그 예술 관계라든지 그 다음에 교역 관계라든지 이런 것을 가능한 분야부터 점차적으로 접촉을 하고, 그 다음에 서로 우리 이산가족들이 있으니까 이런 이산가족들을 판문점이면 판문점에서 동서독과 같이 이렇게 만날 수 있도록 북에서 그것을 동의만 한다면, 진지하게 대해만 준다면 판문점에서 가족들을 서로 만나서 면담을 해서 소식을 알고 이렇게 해결할 가능성이 있는 문제 하나하나에 접근을 해서 풀어나간다면 전혀 불가능한 것도 아니지 않느냐. 난 좀 그렇게 구상을 하고 있다. 너무 나아의 것도 ありがとうございました. 잠시만 감사했습니다. 대단히 감사합니다.